ナンバー・アイの新グループニュームバー・アイが東南アジア攻略の舞台裏を明かす。フォロワー1000万人超えの魅力必勝パターン満載。元キー、NG ・エヌ・ジー・アンドプスの平野市二26、神宮寺勇太た26、岸ゆ太二28。 で、結成された新グループヌームバー I が表紙と裏表紙を飾るナイロンジャパングローブルイシュー04が11月15日に発売された。テーマは、アクスチャンギングラブレターズ、ラブレターの文通。計36ページ、1万字以上にわたる、結成後初のロングインタビューはヌームバー I から読者へ送るフォトレターになっている。 金プリ時代とはまた違うアーティスト路線の写真の数々は抜群にカッコ、よく3人それぞれの個性が凝縮されたアート作品まで掲載されています。インタビューは読み応え抜群で、現場の楽しさが伝わってきて、読んでいて自然と笑いが漏れること間違いなし。 ぜひ実際に手に取って読んでほしいですが、インタビューの中ではあらめて海外進出にかけるメンバーの熱い思いも伝わってきましたね。女性編集者、ヌームバー・アイはナイロンで世界のヌームバー・アイになった時の夢を語ったほか、人流ジはヌームバー・アイが開始予定の YouTube チャンネルの話題の際は、こんな話もしていた。タイとか行ってみたいです。 海外で見たことのない景色を見ると人生観が変わるって言いますよね。また、神宮寺と平野は騎士が合流する前にマネジャーと一緒にシンガポール旅行を楽しんでいたこともインスタグラムで明らかにしているが、芸能プロ関係者が話す、旅行や YouTube 企画の話ということですが、 ヌームバー、アイ、そしてグループが契約している滝沢秀明氏41のエンターテインメント会社、トベは世界進出にあたり、シンガポールやタイなど、東南アジア圏で人気を獲得することを最初に狙っているのではないでしょうか。 というのも、日本で成功を収めてから東南アジア攻略を狙うのは、今、世界レベルで大活躍している K-POP 製の必勝パターンなんですよね。インスタグラムのフォロワー数からも、それが伺えます。四角平野のインスタ400万兆フォロワーも、世界レベルで見れば、まだまだ。 平野と神宮寺は飛べに合流した7月7日にインスタグラムを開設し、フォロワー数は11月16日時点で平野が409.1万、神宮寺は205.5万。一見するとものすごい数字に見えるが、それは国内での話。日本人の著名人のインスタグラムのフォロワー数は、 韓国の9人組み国籍ガールズグループト w ワイスのモモ、27、が1357万、サナ、26、が1123万でワンツーを飾っている。3位がフォロワー数1001万の渡辺直美、36、4位がフォロワー数981 2万の韓国の5人組ガールズグループリーセラフィムへの宮脇紗良、25、と続く。 そして、総合5位で男性トップが K-POP グループ NCD のメンバーであるユータこと中本ユータ27。フォロワー数は965.4万で、平野の倍以上。ファン層から考えても、彼が平野及びヌームバー愛のライバル的な存在になってくると考えられる。 渡辺直美さん以外の日本人は全員 K-POP 系列のグループに所属しているタレントですよね。ヌームバー、が天下を取るには彼らに追いつく、超えていく必要がありますが、インスタグラムのフォロワー上位者にはアジア人気を制している、という共通点があります。アメリカでも成功を収めた BTS をはじめ、大晦日の NHK 紅白歌合戦にも出るセブンティーン。 ストレイキー DS などの新進気鋭の K-POP アーティストも韓国や日本のみならず東南アジアで絶大な人気を誇っていますよね。K-POP アーティストは韓国市場が小さいため最初から海外進出を狙って戦略を練っているんですよね。韓国でデビューして距離も近くて多くのお金を落としてくれる市場が大きい日本で人気を固める。 そして、インドネシアやフィリピンなど、若い世代の人口が圧倒的に多い東アジア、東南アジアの国へと進出し、そこからアメリカや世界市場を目指すんです。前での芸能プロ関係者。 四角 Z 世代の人口が圧倒的なアジア各国で数字を確立する。例えば、中国の総人口は14億2570万人かつ、K、K-POP 需要の高い1995ケラ2009年生まれの Z 世代の人口も2億6千万人を超えていると言われている。インドネシアは総人口約2億7千万人だが、東南アジアで Z 世代の人口構成比が最も高い国と言われている。2020年の国勢調査によると、インドネシアの Z 世代は約7549万人で、総人口の約27.9%を占めている。フィリピンの場合は人口が約1億1000万人というだけでなく、歴史的背景から音楽性がアメリカと似ているため、 フィリピンでヒットする歌はアメリカでもヒットするとも言われているという。ちなみにアメリカで最も権威のある音楽チャートビルボードの200アルバムチャートで2010年にアジア人アーティストとして初の同チャートトップ10入り8位を果たしたのもフィリピン人のジェイク・ザイラス31である当時はシャリー・スペンペンコ名義。 東南アジアで人気を獲得できれば SNS のフォロワー数、YouTube の再生数などの桁が変わってくる。平野さんに関しては、すでに中国で口にしてきた夢を叶えてきたというのが、絵に描いた餅を、ポジティブに解釈した餅も餅ちもちや餅王といった称号で親しまれ、一定の知名度はある。 フィリピンでは、2021年に平野さんの出世作である杉咲花さん、26、主演の恋愛ドラマ、花の千晴れ、2018飛ぶ図形、が有料放送局で放送され、現地でも話題になったことがありましたね。前での芸能プロ関係者、さらにタイやシンガポール、ベトナムなどに進出して人気を獲得。 お金以上に SNS やネット上の目に見える圧倒的なファンの数を獲得する。そして絶大な影響力を持ってアメリカや世界へ繰り出す。それが世界で売れる黄金のパターンだ。トベヤヌームバー、愛がこの必勝パターンを知らないはずはない。トベ社長の滝沢さんは、旧ジャニーズ、現、スマイルアップ。 の副社長だった時代にスノーマンをデビューのちすぐの2020年にバンコク、シンガポール、ジャカルタ、台湾、タイのアジアツアーを計画したこともありました。コロナ災いで中止になってしまいましたが、ルームバー・アイの結成前に、平野さんと神宮寺さんがマネージャーを同行させてシンガポール旅行をしたというのも、本当に純粋なプライベート旅行だったのか。 やはりマネージャーが同行しているわけで、アジア攻略戦略の始まりだった、とも考えられますね。全能。グループ名、n ューブバー・アイは、ナンバーワンにもちなんでいる。ナンバーワンへと突き進むべく、デビュー前から激しく動き出している感がある3人。花々しい展開は2024年に待っていそうだ。近く、n ューブバー・の、打倒系ポップ、準備 シンガポール旅でマフィア風サングラスのかっこよすぎショット。シンガポールには2012年にオープンした超近未来型植物園、ガーデンズ・バイ・ザ・ベイと2015年にシンガポール初の世界遺産に登録された150年以上の歴史を持つボタニック・ガーデンが名所として有名で、二大植物園として国内外で親しまれている。そして国内外、